あと3セットやるぞやるぞ。ちょうど1セット分ない。やだよ。ラスト1536枚、あ、39枚で終了です。73、もう一丁鏡。あ、あ、よかった、よかった。よかった、ユウ、もういいよ。もう着いた？大丈夫、大丈夫、あるある。あ、よかった、よかった。セル。以外はね、全然何もできてないので、まあ、十分なんですけど、とりあえずなんか来たい、私も。え、嘘。え、おめぐれ流れてるんだけど。おめぐれ？いや、なんかさ、返しつけてるから、ひかりさんの声がなんか分からなくなって。ありがとう。久々に聞いたの。これって 5セットですよね。5セットあるんですよ。やるやん。やばい。勝ちやん、もう今日。え、もうこれ2人を祝福してるで、ほんまに。そうやな、うん、やばー、鳥肌立つ、びっくりした。よっしゃー、サピスさんに聞きました。これで結構ひかりさんにメダルをもらった分がくれてるんじゃないかと思われます。4000枚、4000枚オーバー。順当がなんかすごい感じにはなってるんですけど、アメグレを引くか、代償として受け取ろうと思います。よいしょ。これさ、はい、流れ的にどっちかがゴッド引いてもおかしくないよな。いや、マジでおかしくないね。え、いけると思う。引いて、引いてくれ。二人で引こう。二人で引こう。二人で引いたらもう間違いない。うん、はい、13セット4174枚、次でラストです。
何もできず8セット終了2045枚。そういえばなんか今日チャンスボタンが全然出てない気がするな。あ、出てない。私も出してないわ。テンション上がるところやのに。そうやな。いやでもこれはもう贅沢やな。贅沢やな。でもやっぱさ、行きたいな。行きたいよ。行きたい行きたい。あー、ついについに終わった。ついに終わってしまいました。14セット4443枚です。いや、当たってんのってあっという間やな。あっという間に終わっちゃう。ないか。ないか。とりあえず32ゲームまで回したいと思います。ループはなし。ちょっと見て回ったんですけど、まあ、あまりこれっていう台が見当たらなかったのと、ジャグラーで、まあ、ちょっと回ってない台があるので、こちらのマイジャグ3にて頑張りたいと思います。ジャジャグラを久しぶりに打ちたいと思います。いい台にやったらいいな。たまに朝一のオープニングの時にもお話ししたんですけど、おっと当たった。嘘やろ。6ゲーム持ちメダルです。ビッグ。今日早い。今日当たり早い。朝一のオープニングの時にもお話ししたんですけど、11連敗中っていうことで、まあ正直私たちもまあ、不安の方がでかかったわけなんですよ。なんかどうあがいても何打っても頑張ってもずっと負け続けてきてたから、神頼みというかね、笑おもすがる気持ちで席に着いたわけなんですけど、かなりいいスタート。お二人とも、まあ、マリアはループ取れて雨ぐれまで流れて、で私はなんかオスイッチでのはカナナから伸びに伸びて14セットかなとかで、ここまで調子がいいこともまあないんで、すごい嬉しい、すごい嬉しい。ラスト9セットの2240枚、少ない。失われた2、3セット分を戻さねばならない。はい、10セットで2452枚 V。2700枚。はい、ここまで12セット目なんで、ここまでかな、ラストです。12セットの2985枚、終わりたくない。終わりたくないよね、終わりたくないよね。
3セット目現場の五十嵐さん、あ、何でしょう何でしょうか。今ようやく返しをつけまして、あ、当たってたの聞いてましたよ、恥ずかしい今日は何言ってもいける日ちゃうね。えここからも伸びてくれたらいいんやけど、こっちはとりあえず3000枚は出た、行ったか、うん、13セット目マジで、うん、めっちゃ伸びるやん、いける、すごいすごいすごい、でも何もできてなくてな、あ、待って集団チリ引いた集団チリ引いたこのタイミングで似合ってんのすごいな、18ゲーム中断チェリー怖ない、うん、怖いびっくりした、おじさんの式やばいんだけどなんてか中断チェリーね、おめでとう、すごいすごいタイム、そのマリアの台はさ、はいはい、もうないのストック目に見えてるのはない、全部ちょっと怖いな、むしろストック1回もしてない上乗せ、ええ13で途中、はい、やばいな、うん、ごめん下がるな、いやほんまに G ストックも入ってくれへんしさ、順増もほんまにめっちゃ悪くてあれ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 やねんけど、だから終わらせられへんわけ、そうなんや、せめて続いてっていう願うしかない、まあでももうでもさ、まあもちろん続くに越したことはないけど、いやプラスはな、プラスやな、そうそう、2人で今トータル何枚ぐらいやろうな、私が解散から結構もらったから何枚やろう、最終枚数何枚なん、最初枚数4500枚ぐらいかな、4500枚、うん、600枚ぐらい、5000枚はプラスやろ、5000枚はプラスかな5000枚はプラスやな、多分、うん、アホやから計算できへんけど、ほんまにごめん額がなさすぎて、いらっしゃい、13セット3214枚で終了です。さあ、ルークはあるのか、ありますかね、どうなんでしょうか、ありました、素晴らしい、ありました、素晴らしいね、まだ生きております、14セット、いや素晴らしいよこれは、当たった38ゲーム、素晴らしいですね、ザグレン素晴らしい、またまたビッグです、どうしたどうした、3連ビッグ、3連ビッグ、もう3セット分やん、3セット分うちらどうした今日、怖いな、様子がおかしい、様子おかしいな、はい、現在3連目、ああえ、めっちゃ深い、え1ゲーム、え、嘘やんえ、1ゲーム連、あー、まあチェリーやからあれやけど、あー、レギュラーやい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 や、十分すごいな、どうしちまったんだ今までの分ちゃう、やっぱ今までの分が、あ、確率が収束してると、収束しまくってるんじゃないこれ、でもな、あ、残念ながら収束するならな、はい、1日2万枚ぐらい出てるのおかしいねんか、せやなせやな、とか分からんで出るかもよ、まあでもこうやって出る日があるからやめられへんよな、いやほんまにそれ病気やで、やめられへんよ、病気やで病気やで、そら病気やで、相当順調がね足りてないと思うんですけど、もうそんな野暮なことは考えるのをよします、やめようやめよう、やめます、
順当が追いついてなくてもやな、まあ、継続することが一番大事やから。ほんまそれ、継続せんの意味ないから。今日はプラスで終えれると。あれだあれだ、すごい安心感。いつぶり？マジで半世紀ぶりぐらいに安心してんねんけど今。ほんまやな、こっからマイナスは絶対ないもんな。そう、またひっくり返ってもないから ATM に行かなあかんっていうこの感じがないのがすごいありがたい。トラウマやばいもんな、うちらな。やばいよ。なんたら実践上お昼休憩とかに ATM 行ったこともしばしばあるのにさ。あるある。昼間からな、朝一で6万使ってな。覚えてる覚えてる、修羅場やった。据え置きでな。うちら二人とも目死んでたもん。死んでたで、死んでなんか多分これ11、はい、11杯してるやんか。そうやな、前半死んでたで顔。多分死んでたな、うん、なんかもうお昼の味とか覚えてないもん。覚えてない覚えてない。うん、多分ならやっぱコンディションによって、うん、お腹すかへんとか言って、ああ食べてないからな。なんか朝一から負けすぎてもう食欲ないとか言って。あった、食欲ないとか言って車で休んでたことあったよ。あったあった。切ない。どんだけやってんねん。ほんまに。いやでもね、11連敗とかもう100万枚とかしてたらやっぱやむよね。まあ、ちょっと待って、来たチャンスが。祈って来たられんですか。7連してるから祈って。やれやれ、行ってます。ごめんさよなら。ごめんさよなら。あ、行く行くじゃん、行くじゃん。えさよならしてなかった。すごい、よかった。最後まで諦めんなってことよ。ストック、もう2発はないか。14セット目にして初めて上乗せはしました。長かった長かった。14セット目にして初めて上乗せをしたから、やっと上のね、ゴッドゲームの、あ、緑。そういうこと。やっとな。長かったわ。今まで何してたんやろ。はあ、14セット終了で3495枚。結構ギリギリやったんや。ギリギリでございました。3781枚。どうでしょうか。ありそうじゃない。そう、いいよね。よし、わあ、16セット目いきました。いきますね。してくれます。この子はやります。あーっと、やっと光った。180ゲーム持ちメダル。あ、点滅してる。ビッグやん。すごいすごいビッグ引くやん。間違えた。すごい。はい、ええ感じどす。おーっと、光った。早っ。69ゲーム。負けです。当たりが軽いな。あ、色が変わった。ゴーゴーランプのまたビッグ。いや、120ゲーム。早いね。いや、めっちゃ早い。ほんまどうしたんっていうレベル。ビッグです。すごいパワープレイ。もう終わってもおかしくないところまで来てる。
16節の4118。はい、めっちゃあるな。まだあります。素晴らしい。まだ終わりません。もしかしたら合わせいけるかな。ひかりさん、あ、合わせは無理か。読んだ。いや、合わせまんま行きたいなと思って。行けるんちゃう。行けるんちゃうっていうか、まあ、乗ってくれた、乗ってくれた。私の方はあまり極端な伸びしろには期待できひんけど、うん、でもちょくちょく当たってるから、確実にメダルは増えてるやんか。まあ、ちょっとずつな、うん、でもこれ、ほんまにこの調子で一日中打ったら目指せるよね。目指せると思う。まんまに出してや。おっさいなぁ、今からの。っていうかさ、うちらさ、シーズン1からさ、はいはい、ずっとやってるわけやん。そうやな。100万グッド、何回も何回もさ、なんやったらその前の相棒から一緒なわけやん。そうやな。収録の回数、トータルしたらかなりエグいと思うんやけど、エグエグ。一回もまんまいでもないってどういうこと。ほんまにな。いいの。機種はそれなりにさ売ってるやんか。ライダイ爆発機種売ってるよ。なのに合わせまんまいすらないという。ほんまやな。やっちゃう。やっぱやっぱり日頃の行いがそういうとこに現れるんでしょうか。そんな悪いことしてないねんけどな。なうちら、ゲスいけど悪いことはせえへんもんな。そうそう、まあまあゲスいけど、そこは否定せん。コストです。17セット終了、4400枚。18セット目。いや、楽しいですな。そんだけアドルテグラいいな。うちだよ。そんだけ買ってるともう何でも楽しいわ。そうやな。はぁ、乗りました。外れからやった。5000万いきそう。あー、あと1セット乗ればいけそう。今4500万。すごい。そうです。はい、18セット4656万。どうですかね。
めちゃくちゃ出てるやん、やばいな。あのなんかさ、かつまりできひんからさ思っためちゃさ、あの結構平詰め平詰めしかできひんから箱めちゃ使ってめちゃ出してる人みたいになってるんだけど、めちゃ目立ってる。まだ5000枚もいってんの。4892枚、あと1セットあれば。めっちゃ大事なとこや、ごめん。そう、あと1セットあれば5000枚。ちょっと見てていい、見届けていい。あ、すいません、すいません。行くの、行くの。あると思うよ。気にしないってこう言ってるんですけど、なんかアホでも分かるような感じのセット数まで来てしまったから。アホでも分かるできちゃったみたいな。もうでもね、続いてくれてるから。いやでもこんだけ出たら仲も良くなるんじゃないかな。どう思う？そうやな、そうやろ。壊滅仕掛けてた仲も、うん、この目玉で。え、人生さえお金ってこと？世の中やめとけって。いや、問いかけてる。どう思う？と思って。あのお金はもちろん大事やけど、お金だけじゃダメです。まあそうやな、やっぱりお金が全てではないけども、重要やなっていうのをめちゃくちゃ今あの確信してる。お金が全てではないけど、お金がないと何もできません。ほんまにそうやな。そうです。でもさ、うちらさ、正直さ、うん、負けに慣れとったやん。いや、ほんまに。なんかプライベートでも、普通の来店実践でも負けることままあるやんか。もう最近とかも負け続けてて、ほんまに、こんなに苦しいなんてって思ってたから、私。せやろ？ほんまに。100万クイズでも10位で、そうそう、連戦で負けてってさ、だから負け癖みたいなついててさ、ついてるかと思う、ほんまに。なんかトータルの負け額、えぐい額いってるのに、うん、なんか、なんてやろ。言ったらさ、うちら今2人合わせで8000枚近くさ、出玉だけで言ったら出てるやん。出るの。それ以上の額負けてるんやで、トータルで。これでも取り返せないぐらい負けてるからな。せやで、せやのにヘラヘラしててる。負け癖って怖い、負けて怖い。よう生きてたな、うちら。よう生きてた、ほんま。よう生きてきてるわ。麻痺って怖いなと思った。いや、ほんまに怖い。慣れって怖いよな。慣れ怖い。だからなんかもう2万とか1万2万やったらよしみたいな、1万2万負けぐらいやったらよしとか思っちゃう。あ、分かる分かる分かる。全然よしじゃない。例えば1万2万あったらなんかできるでね。それな。例えば 5、6万使って3万返ってきただけでもめっちゃラッキーって思うもんね。思う、思う。負けてんのに、負けてんのに。いや、怖いわ。怖いよな。勝ち癖つけたいな。つけたい。これでとりあえずちょっと流れをね、変えたいよね。せやな。ちょうど20セットも5156枚です。あるよな。そう、ない。とりあえず地蔵抜けました。ということで、ストックもなく終わりました。5000枚オーバーにて、終了しました。ここまでいけると思ってなかったので、夢のような結果となりまして、ひかりさんと合わせて何枚かエンディングで確認したいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日の実践が終了いたしました。イケイケやん。
ケイケでした。びっくりするわ。今日はもうこんな神回ないで。こんなある？ない。笑えるよね。もう笑顔がこぼれるよね。今日はうちら輝いてるからって名言を先ほどいただいてるんで。だから太陽も太陽もしてくれるけど、ちょっと暑すぎるんで。暑すぎるな。暑すぎて汗が。多分ほんまにこんな回は今までになかったと。なかったも後にも先にも今日だけよこれは絶対。ね、二人とも序盤で早めに当たって最後の最後まで、まあ、私はAタイプ打ってましたけど。私は天井まで行っちゃったけど。でもね。すごい。なんか内容的には。まあまあ行ってもおかしくなかったと思う。20セットまで行ってたし、ただ上乗せがもうなんか GG 中の内容が薄っぺらすぎて、ちょっとそこがダイジェストみたいになってる、うん、ダイジェストみたいになっちゃったから、そこがちょっと悔やまれるところではありますが、ちょっと私も結果がすごい気になるんで、いいですか、行きましょうか。投資が2人合わせて200枚、これもでかいな。これがでかいです。回収が2人合わせて9078枚ということで、本日の3枚がプラスの8878枚、トータルのプラスが トータルがまだうちらマイナスやね、マイナス5606枚とめちゃくちゃ減りました。めっちゃ減りました。嬉しい、嬉しい。こんな言葉が出てきません。夢にも見てなかったね。めっちゃ嬉しいマジで。だって1万4000枚やったよね、マイナス。やばいな、半分以上。2人で9000枚、もう少し粘ったら万枚いけたかもしれん、うん、順増通りに出てくれてたらいけてた。やめとけやめとけ。あるから。もうほんまにまあまあまあ悔やまれるとこありますが、まあ、十分よね。すごいよ、十分すぎる結果でした本当に。でもほんまもうループすごいよ、ありがとう。いやいや、朝一のお座り赤なの。おスイッチ、すごい。ジャグラーも好調やったし、ちょっともう次回以降も慎重に、まあ、慎重にと言いながら外線に座る日は多分近いと思うんですけど、このペースで頑張りたい ね流れが変わったと思う、うん、流れが変わったと信じて、あとの5戦を気を引き締めて挑んでいきたいと思いますので、まあ今日は何や、今日はグッドお願いしてもいいと思うんです。そうやな、今日はちょっと胸張って頼めるかな。はい、今日こそはあのグッドをお願いします。もっと引いてないもんな。引いてないよな、引いてないのにここまで来たのはすごいと。はい、というわけで、はい、よかったらぜひ来週以降も見ていただけると嬉しいです。はい、はい、はい、それではまた来週、はい、また欠かせず見てください。はい、いつもありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。グッド、チャンネル登録者数も100万に目指して頑張ります。登録してね。